try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving. はい、フラワー&ハーブブルーム工房東山です。バレンタイン近いですね。もうチョコの準備はできていますか？今日はミントの香りを使った生チョコを作ってみたいと思います。じゃあ材料はこちらです。まずは、チョコレート。今日はですね、奮発してクーベルチュールスイートチョコレートのフレークを使いますけど、普通に売ってるこういう板チョコでも大丈夫です。それから生クリームとあとココア、この3つがあればできます。そして今日は香り付けに、ミントを使いますけど、ドライミントでもいいですし、こういうフレッシュのミントでもいいです。今日今庭で摘んだペパーミントとキューバミント合わせて使います。おすすめはペパーミントの方がおすすめです。好みもありますけど、という感じでこういう材料で作っていきます。で、分量的にはチョコレートが 200g、 生クリームが 100g、 2対1です。じゃあ早速作っていってみます。まずは生クリーム 100g 測ってあります。これを、鍋の中に入れまして、そして、ミントを入れますね。ミントは、ハーブティーと一緒です。叩いたりちぎったりして、入れるといいと思います。ちょっと火を弱めましょうか。中ぐらいにして。で、割とたくさん入れてもフレッシュの場合は、香りが、ドライよりつきにくいので、結構今、いっぱい入れちゃってますけど、こんな感じで、まずは生クリームにミントの香りを、つけていきます。周りがふつふつって、するまで、沸騰直前まで温めますね。今中ぐらいの、火でちょっと温めております。よし、はい、ドライミントでやってもいいですね。いいんですが、お茶パックなんかに入れてやると、お茶パックにもうちょっとありました、沸騰しました。お茶パックに結構生クリームがついちゃってもったいないので、もう直に入れてしまいます。そして今度はこちらの、チョコレートにこの生クリームをゆっくり注いでいきます。で、ミントの葉っぱはここでもうこしてしまいますので、ほんのりミントの香りがつきます。あ、ミントが入っちゃったちょっと失敗しました。ミントが入りましたけど、ちょっとぐらいはいいでしょう。いいでしょうと思います。そしてこれを、お湯が入ってます。ダブルボウルにして、少しチョコレートを溶かしていきますね。で、この時も、ツヤが出るようにするためには、あまり空気が入らないように、ゆっくりかき混ぜてあげるのがいいと思います。はい、じゃあ先ほどから、湯煎にかけていたチョコレートがこんな風に滑らかに溶けましたので、これをバットの中に流し入れていきますね。はい、で、こちらを
流し入れる時も割と静かに流し入れます。で、はい、じゃあ、先ほどから冷やし固めた、チョコレート、キューブ型に切りました。この上からココアパウダーを振って仕上げていきます。ココアパウダーを、グラム的には10グラム、まあ適当で大丈夫だと思いますけど、じゃあこれ振っていきますね。あら、なかなかこれがですね、外でやってたりすると難しかったりする。かけすぎたかしら。こんな感じで、表面にココアパウダーを振って出来上がりです。はい。はい、じゃあ、生チョコミント出来上がりました。こちらです、お茶と一緒に楽しんだり、バレンタインの手作りチョコにいかがでしょうか。ぜひ作ってみてください。